はい、皆さんこんにちは、レック戦略講師の今崎慎平です。奇襲未襲予備ルートで、司法試験短期合格と、そういったタイトルで、約1時間ほどお話をしたいと思います。画面ではですね、パワーポイントのスライド、それを使いながら説明していきます。そして、ウェブやなどでの収録を見ている方はですね、PDF 化されているものでパワーポイントってことになると思いますね。で、中心項で、いわゆるビデオガイダンスということで、お聞きになっている方はですね、配布資料という形で、一枚一枚がスライドになってしまいますとあまりの部数になりますからね、印刷プリントアウトの方法で、配布資料というやり方で、1ページ6スライドというですね、そういったプリントアウトの方法があるわけですね。それによってって形で、6スライド分のものが 1,2,3,4,5,6 枚ね、いっているはずです。中心校、いろんな資格いろんなことをやって大変忙しいんでですね、ひょっとして、もし大きなその A4 横使いのですね、一枚一枚が1スライドというふうになってたとしても、それはそれで、実質が大きく変わるわけではありませんのでね、そこのところはご容赦くださいということになります。はい、早速、今回のこのタイトルでのお話につきましてですね、最初は5つの大きなテーマですね、それを皆さんに見ていただきたいと思います。はい、この奇襲未襲予備ルートで司法試験短期合格につきましては、5つの大きなテーマでお話をしようというふうに思っています。1つ目が放送、失礼しました、ちょっとクリックしちゃったんでね、放送要請制度というものについてということですね。ただ単に法律を勉強するんだ、司法試験は難しいんだとかですね、そんな感じで入ってきますと、ちょっと無駄なことやったりとかですね、垂れなかったりとかね、そういうことがあります。従いまして、放送というのは裁判官、検察官、弁護士のことなんですけども、その要請制度の中における司法試験だという意識を最初から持っていこう。で、放送要請のために、合格しなければいけない国家試験、司法研修所のいわゆる卒業試験、これは別にしてですね、司法試験に合格しなければいけません。そこでということで、司法試験合格力ですね、丸の2が司法試験合格力ということです。で、司法試験に合格するためにはですね、司法試験の受験資格を取得しなきゃいけないんですね。で、受験資格としては一つは予備試験という国家試験に合格する、予備試験という国家試験に合格する、これは丸の3、予備試験合格力です。で、司法試験も国家試験だし、司法試験の予備試験も国家試験でありましてですね、そういったことから、司法試験の合格力が上がっていくと、その半歩手前としての予備試験の合格力、そういうことで3番目の塊が予備試験の合格力、そういう話をします。で、次に丸の4はですね、南海法科大学院奇襲者合格力というちょっと長いタイトルになってるんですけどもね、丸の3に合わせてシンプルなタイトルにしようとすればですね、法科大学院入試合格力ということになるんだけれどもね、法科大学院というのは奇襲者コースと未襲者コースがあったりとかね、で、司法試験の合格率との関係でですね、奇襲よりも未襲の方が合格率が低い、で、奇襲の中でもですね、合格率の高いグループとそうでないものなんてことがもう自律上仕分けができちゃっててね、そういったことで、無駄することなく、金も時間も無駄することなく司法試験に合格していこうとするとね、いわゆる南海法科大学院の奇襲者コース、法科大学院ルートで行くならば、それが一番いいということなので、4番目ということであります。そして、奇襲未襲予備ルートで司法試験短期合格というのがテーマなんだけれども、司法試験短期合格するためにはですね、どのルートに行くにせよね、入門講座が必要で、各いう私が講義しているわけですから、
私の入門講座、すなわち入門講座岩崎スピードフリー SF というのはスピードフリーの省略です。スピードフリークラスの特徴を5万円の塊としてお話をするという予定でおります。はい。でまあ、一つ一つのテーマについてですね、さらにまた小テーマ設けておりまして、放送要請制度についてはご覧のようなテーマ、はい、そして、司試験合格力についてはご覧のようなテーマですね。司試験だけじゃなくてね、実務修習とか、そういったことなんかも含めてですね、理解してて、そこから逆算して司法試験。次に3つ目、予備試験合格国、これもまたこのようなテーマ。司法試験の半歩手前の国家試験ですから、丸の2で学習した、説明した司法試験合格力、そこから逆算して半歩手前の予備試験はと。次に丸の4として、南下法科大学院修士合格力。法科大学院というのは入試、これは司法試験や予備試験とちょっとかなり違うんですね。そのことから解き起こします。5つ目が、まあ、2015入門講座岩崎 SF クラスの特徴ということですね。長の字は長所の長でありますですね、特徴の長の字ということです。はい。まあ、このような5つの大きなテーマ、そして一つ一つのテーマについては5つの小さなテーマというものを盛り込んでですね、そういった形でお話をしていきます。はい、それでは早速1つ目の大きなテーマに入りましょう。はい、放送要請制度ということについてです。で、まず放送とは何かってものを理解してもらいます。次に放送要請制度というものについてですね、戦後の制度だけを捉えても変遷がありますので、その中の今日っていう理解に立ってもらう、そういったことで放送要請制度の変遷もお話をします。なぜならばってことですが、皆さんが司法試験受けたいんだけどっていうことで、身近な先輩とかですね、あるいは弁護士とか、まああるいはですね、お父さんの知り合いである裁判官経験者とかですね、いろんな方とちょっと話をしてもですね、その人がどういう放送要請制度のどういう時代の人なのか、そういったことによってですね、皆さんに対するせっかくのアドバイスの意味、観点、視点、そういったものが変わってくるんでね、受け取る方として。それで放送要請制度の変遷まで分かっておくべきです。そのことは同時に司法修習制度の変遷でもあるわけで、そして旧司法試験と現行司法試験の同じところはどこで、まあ、すなわち司法試験というものが他の国家試験や入学試験などとどこが違ってという共通項ですね。その中で旧と現在行われている現行とでどこが違ってということですね。で、そのようにしっかりと全体の中での自分が受験しようとする司法試験を捉えて、それでは現行司法試験合格まではどんな歩みをたどるのかと、まあ、そのようなですね、テーマでお話をしていこうかということになります。はい、早速一つ目のテーマですね、放送とは何かということです。はい、放送というのはですね、法律のプロのうちの学者ではなく実務家と書いてあるね、その実務家のことを指しますよということです。だから学問研究するんじゃないということです。これはですね、後々司法試験や予備試験と法科大学院入試との違いってものをですね、説明するときに生きてきます。で、実務家といいましてもさまざまな実務家がおりましてですね、まあ、例えば弁理士とかですね、それももちろん法律のプロでありますし、まあ、あるいは司法書士とかですね、社会保険労務士とかですね、いろいろな法律のプロはおります。さまざまな実務家の中でですね、放送というふうに特に呼ぶのは裁判官、検察官、弁護士であります。で、まあ、裁判官、検察官、弁護士のひっくるめてですね、放送、放送というふうに呼ぶんですね。まあ、もともとはですね、今では報復というですね、まあ、表現はちょっと幼稚になって悪いんですけれども、保育園や幼稚園の子供が着ているわっぱりのやつね、
そういったやつで、あの黒い、これは何物にも色に染まらないって意味で黒なんですけれども、そういった報復と着ているのは今は裁判官だけなんですね、裁判するときにね。まあ、しかし昔ですね、この弁護士も検察官もですね、裁判の時には報復というものを着てたんでね。で、まあ僧侶の僧の字ですね、法僧と、まあそんなことであります。で、この法僧の特徴というのはですね、まあ高度の専門性というもの、まあそれは、その通りなんですけども、それはそれでですね、例えば社会保険法令とかですね、労働法令につきましては、そういったものについてそんなに明るくない裁判官に比べて社会保険労務士の方が専門性が高いに決まってるわけでね。だから高度の専門性というだけの話じゃないんですね。実は他の実務家にない最大の特徴があるんです。それはですね、ことと場合によってはね、自ら風損解決基準というものを作り出していく。まあ例えば検察官で仕事をしていてですね、まだ若いうち、あ、今日もまた窃盗だな、あ、また窃盗だとかですね、あ、殺傷事件だけれども、まあ別に大きな論点も持ってない通常の殺人だなとかですね、そういった事件数の方がもちろん圧倒的に多いわけですね。まあ、しかしですね、これはちょっと適用がなかなかはっきりしないねと。で、今までは窃盗とはこうだというふうになっていたけれども、まあ、そのうちのですね、占有侵害という点についてね、もう少し具体的な基準というものを考えてみようと。で、判例なんかも研究したけれどもですね、なかなかちょっとどんずばりの事例はないと。じゃあこういう考え方に基づいてですね、やはりまあ材質としては悪質だし、被害者もに困ってるしね、やはりちょっと起訴しようと。で、そうするとそれを受けてですね、弁護人になった者がですね、これはこうでここで違うんだと、だから窃盗にはならないとかね、論陣張ったりします。で、弁護人というふうになった弁護士は弁護士で、自ら初めての窃盗類似事件というものにぶち当たって、解釈っていう力で基準作ってるわけですよ。で、まあそういった双方の論争なんかも見聞きしながらですね、裁判官は裁判官で最終的な紛争解決基準をですね、クリエイティブな形で想像してね、そして今までとちょっと手口の違うような窃盗じゃないかと思われる事件について窃盗として有罪にしたりとかですね、そういった形で事件を解決していくということなんですね。つまりこの他の実務家にない最大の特徴というのはですね、解決基準を作り出すってことが、いざとなったらばそういうことができるようにということで、国民法律それによって期待されてるんですね。だから、まあ放送になるための各種の試験でですね、まあ試験である以上覚えることはもちろんあるし多いんだけれどもね、覚えたことを吐き出すだけでは終わらないように、終わらないようにですね、国家試験も最後の関門に近づけば近づくほどなっていくわけです。そういう要素が強いわけであります。それはこの法曹という裁判官、検察官、弁護士が他の実務家にない法を作り出す力ね。もちろん法律って形で国民を縛っていく法律を具体的に作っていくのは国会ですよ。だけどもその法律を作ってもですね、どんな事例にもドンピシャリというような極めて具体性の高い法律を作り切るのは人間の技として無理ですからね。どうしてもある程度の抽象性は否めないんですね。で、そういうようなところで、ああまたあれ、ああまた典型という事件ばかりじゃないわけですから、実際に起こる事件はね。で、その時にですね、具体的な解決基準というものが、まだ今までは判例がないと。だから僕わからないっていう判決は絶対に書けないわけだし、僕わからないから起訴していいか不起訴にしていいかわからない、そういう検察官困るわけだし、無罪の論じ張っていいのかどうなのかわからないから、ちょっと待ってっていう弁護人もこれまた困るわけですね。はい、その辺が他の実務家にない最大の特徴であるというふうに思ってください。はい、さてそのような法曹というものをですね、要請していくにつきましてということでですね、法曹要請制度は司法修習制度というもの、それから司法修習というものを
実践するにふさわしいだけの能力があるかどうかというものを試すですね、昇試験制度というもの、それから、その昇試験の合格前の制度というものという形でですね、例によってまた逆算の話をしますけれども、まあ最終出口からその最終出口を睨んだ途中出口、その途中出口を睨んだ入り口という形でですね、放送養成制度の変遷というものを見ていく必要があるのですね。で、小修習制度は変遷しました。それは次のスライド、小修習制度の変遷の中で説明をします。で、最終出口が変遷してますから、途中出口、まあすなわち司法試験、これも変遷してます。次の次のスライドでお話をすることになります。そういった中でですね、現行司法試験に合格するまでどういう歩みを取るべきかと、取っていくことになるのか、そういうの話を次の次の次のチャプスライドでお話をすることになりますよと。はい、それではまず司法修習制度の変遷ということについて理解してください。旧司法試験時代っていうものと現行司法試験時代っていうものでですね、修習制度が違います。まあ、今までの逆算の発想で分かりやすく説明すると、修習制度を変えました、だから司法試験も変えました。で、旧司法試験時代はですね、前期修習、実務修習、後期修習というですね、3つの塊の修習でありました。で、前期修習と後期修習というのは司法研修所というところに集まって、まあクラスごとに行っていく、まあ、いわば集合修習なんですね。で、実務修習というのは、さまざまな、まあ、基本的には地裁の管轄地位という地裁ごとということになるわけですけども、まあ、そういったところでの裁判所、まあ、そこに対応する検察庁、そこに対応する弁護士会の弁護士事務所、まあ、そういったところにですね、常時通ってね、そうして修習をしていくというのが、まあ、実務修習というものなんですね。で、後期修習というのは実務修習の、まあ、いわば総仕上げでありまして、各地方裁判所の修習地にですね、まあ、平等に全く同じように修習の役に立つ事件が必ず均等にあるとは限らないわけだしね、まあ、そんなこともありますし、後期修習でですね、最後のいわゆる卒業試験に適するだけのですね、その総仕上げ的な、そういった集合修習をするんですね。で、集合修習をするって言うんだけれども、もう毎週毎週ですね、記録を与えられては、判決を書いてきなさいとかですね、そういった宿題詰めでね、で、まあ修習の日々っていうものは後期はほとんどその、まあ公表であるですね、質疑応答であるというね、そういった形のものをやるんです。で、そういったことをできるのは実務修習を経てるからでありましてですね、それまでそのさまざまな証人尋問の記録とかですね、あるいは検証について生々しい写真も貼られた記録とかですね、そういったものは当然のことが実地に見ることができた人はもういないわけであります。いたとすれば前前の職がですね、書記官であったとかですね、あるいは前の職がですね、警察官であったとかですね、まあそういった非常に珍しい職歴の人ということになるわけでありましてね。だから実務修習を経たので後期修習でですね、今言った検証調書とかですね、まあ、あるいは証人尋問調書とか、そういったものが一冊にバッと閉じられたようなプリントされた記録、そういったものを見てですね、宿題のテーマ、判決を書いてくるとかですね、そういうことがまあできるようになるわけだね。で、まあ、実務修習というのはできるようになるためにはですね、今言いましたように、まあ、いきなり記録なんか見た人もいないしって言うんだけども、いきなり生々しいですね、検証調書とかですね、証人尋問調書とかを見せられてもですね、これをどう使ってどういう順番で何をどう読んでいけばいいのかとかね、そういうことも全くわからないわけじゃないですか。そういうことを教えてくれる学習機関というものは日本の学校制度の中にはその当時ないわけですから、
そこでですね、前期収集といってね、この後期収集よりもやや丁寧に、あるいはややですね、パートごとにいきなり判決書きを書きなさいっていうんじゃなくてですね、起訴状を書いてきてみなさいとかですね、そんな感じでパートごとに、そういった形でですね、まあちょっとまあ寝言をあらかじめしておくっていうのが前期収集なんですね。はい、原稿、あ、失礼しました、ちょっとクリックいろいろといじっちゃったので、動いちゃったんですけども戻しました。はい、現行司法試験時代はですね、このご覧のように実務収集から後期収集で、前期がないから後期という概念本当はなくて、実務収集の次に集合研修、そういう言い方をしてるんですね。でこれは旧司法試験時代の後期収集に相応するんですよ。すると旧司法試験時代の前期収集がないんですね。でただしってことなんですが、第62期平成26年度採用、そこからですね、まあ、導入収集ってものをですね、2週間だけやるようにしたんですね。おそらくいきなり実務収集ということで、現行の司法試験合格者の中にはね、現行の司法試験合格者がそうだって言ってないんですよ、中にはちょっと実務収集に入ってもですね、どうも裁判官と全然議論がかみ合わないとかですね、何してきてくださいと言っても何か何していいかわからないような風情でなんとなくポーッとしてるとかですね、どうやらそういう人がちょっといるようなんですね。で、まあ、研修所に入所がまあ内定した段階でですね、まあ、山のような、まあ、それこそ段ボール2箱分ぐらいのね、これ読んでてくれというやつがですね、バーンと送りつけられてくるんですよ今ね。ただそれをですね、本当にきちんと読んでいく人もいれば読んでいかない人もいる。でまあ、読んでいく人はいわゆる導入収集もいらないと思うんだけれども、まあいくらなんでもですね、その実務収集の受け入れ先の裁判官、検察官、弁護士がですね、ちょっと途方に暮れるようなことでやっぱりまずいわけでね、まあ、それで第62期収集からは実は導入収集というのが行われるようになりました。前期収集、これが4ヶ月でですね、例えば1週間でやったものを導入収集は1日でやるとかね、そういう雰囲気でグッとこう詰め込んでね、実務収集に入っても指導教官がですね、困らなくて済むようにちょっと慣れさせておくというものが行われるんですね。はい、これが司法修習制度の変遷ということであります。で前期収集をなくならせた分ですね、法科大学院という学校制度というものを作ってるんですね。でこれが旧司法試験時代の前期収集に相応する教育をしているかどうかは話はまた別なんでありますが、ということです。で旧司法試験と現行司法試験の移動っていう話ですね。まず受験資格制限は旧の場合には全くありませんでした。で口述試験が旧司法試験にはありました。論文試験の科目と傾向ってことですけれども、論文試験の科目はですね、まあ県民系小系訴民訴という基本科目ね、六法と言われているものですね、それにプラスしてですね、法律選択科目ってものがある時代、それから教養選択科目ってのがある時代と、まあこれが一番ちょっと負担が大きかった時代ですね。で旧司法試験も終わりに行きますとですね、法律選択科目と教養選択科目っていうのはなくなってしまいました。傾向なんですけれども、事例問題で聞いてきてもですね、事例がそんなに詳しく長くないんですね。その代わりですね、冒頭で話しましたクリエイティブな能力と関連するんですけれども、どんなに判例書を細かく勉強し、どんなに学者の先生の書いた専門書をたくさん読んでいてもですね、どうしたからいいか、ちょっと覚えているものがないなと。まあ、別の言い方すれば、どんな専門書にも書いてないことを現場でなんとかクリエイティブに作り上げていかないと、どうも事例問題中の人形を無視した結果になっちゃうなとかね、その手のものを中心的に作ってきました。それが旧司法試験の傾向です。現行司法試験はですね、科目は行政法を含めた基礎7科目ですね、それにプラスして、まあ法律選択科目と、例えば労働法とかですね、そういったものであります。傾向は非常に長い事例です。前期収集がないのでね、非常に長い事例。ただ記録をその場で読ませるということになればですね、これはもう1科目1日ということになっちゃいますから、これはいくらなんでもちょっとエネルギッシュすぎて無理だろうと
いうことなので、非常に長いけれどもですね、交番号をつけてくれたりとか、あるいはある事実ってものは極端に省略しちゃったりとかね、そういう形で非常に長い事例に対して設問が 1,2,3 とかですね、入の中で証問が 1,2 とかですね、そういう形になってますよってことということはね、あまり解釈のとしてのクリエイティブの要素というよりは、長い事例をきちんと整理してですね、もちろん解釈論を展開しなきゃいけないこともあるんだけれども、全くドンピシャリの事例じゃないという応用性は高いんですが、しかしクリエイティブに解釈論基準、そこを解釈で何とかひねり出さないとまずいなっていうよりは、事実を整理してみせる、既存の解釈論の応用をしてみせるっていう要素が非常に強い、そういう傾向になってます。単都式試験の科目と傾向ですね、はい、科目は9は県民系だけでした。で、現行もですね、平成27年度から受験生の負担軽減という趣旨のもとに県民系だけになっております。傾向はですね、九州試験の方が問題数も多くてね、そしてですね、現場で考えさせるような問題というものを、まあ、情報量がどうしても知識としては少なくならざるを得ない刑法とか憲法なんかについては、現場で考えるタイプの問題というものを結構たくさん出しました。で、現代の司法試験はですね、平成27年度で3科目になっても基本的には知識です。で、刑法や憲法でもですね、考える問題というのは多くは出しません。そういう傾向です。はい、次に現行司法試験合格までの歩みってことでありますけれどもね、はい、法科大学院修了受験資格の取得をするか、はい、次のカーネーションマーク、予備試験合格受験資格の取得をするか、いずれかの受験資格取得をまずしなければいけませんね。で、法科大学院修了受験資格を取得するためには、まずは受験勉強及び大学卒業です。法科大学院ですから大学卒業です。で、受験勉強及び大学卒業、そして法科大学院に合格する、そして法科大学院での、ここが大事で、学問をします。よろしょうか。前期修習がなくなりましたけれども、研修所での前期修習に相応するような記録を読んでみせるようなこととか、判決書きをですね、もうゼロから作文できない小学生にですね、判決書きのイラ法をですね、書いたひな形で教えてみせるとか、そういうことはやってくれません。法科大学院ですので、学問をします。で、法科大学院を修了しますと、司法試験の受験勉強をします。はい、ただし、まあ、1回で受験合格したいなっていうふうに普通みんな思うのでね、法科大学院の3年生というのが上級学園で、貴修者入試で入りますと2年生から入学になる。未修者入試で未修者コース入学は1年生から。すなわち貴修者というのは1年生を飛び級するという意味なんですね。だから、どのコースで入っても、まあ卒業時は3年生で卒業するわけですね。はい、で、まあ、3年生の秋ぐらいから遅くとも、まあ、受験勉強は普通始めます。そして司法試験に合格しますということですね。はい、間で学問しなきゃいけないっていうのが特徴です。次に予備試験合格受験資格の取得はですね、司法試験の半歩手前の予備試験に向かるべく受験勉強を始めて、そして予備試験に合格しましたならば、半歩先の力が必要になる司法試験の受験勉強をしまして、司法試験に合格しますということで、学問という寄り道は一切いりませんというところが、現行司法試験合格の歩みの中で予備試験合格受験資格取得を目指していくルート、すなわち貴修未修予備、まあ、そのルートでですね、司法試験短期合格というのがこのガイダンスのですね、テーマでありますけれども、予備ルートの特徴ということになります。はい、さあ、それでは続きましてですね、司法試験合格録にテーマを移すことにしましょう。はい、司法試験合格録、まあ、ここでまた5つの小テーマということでありますけれどもね、それはご覧のような小テーマということであります。はい、実務力とはどういう力なのか、
ということなんですね。現実の放送、そして修習生、そして司法試験の担当式、司法試験論文式、そして司法試験の合格力が実は格差があるんだというお話と。はい、まず実務放送の実務力でありますけれども、弁護士はですね、民事の場合だと、まあ、原告や被告になろうとする人の訴訟代理人というプロとしてですね、さまざまな手続きの細かいですね、どういったものをどこに出すのかということをより以前により高度な専門的なですね、紛争で実現してもらいたいなと思っている利益ってものをですね、法律的にきちんと組み立てていく、そういう仕事をするんですね。で、まあ、訴えられた被告の方の訴訟代理人であるならばですね、原告訴訟代理人の法律的な組み立て、それを見た上でですね、被告とされたそのものの利益を守るべくですね、防ぐ法律構成をしてみたり、あるいは反撃に出る法律構成をしてみたりとかですね、まあ、そういったさまざまな、これまた法律的な組み立て、これをしていくよということになります。で、刑事ではですね、弁護士は弁護人という地位に立つわけね。これはあの被疑者被告人から依頼されてと、あるいはその親族から依頼されてとかね、そういう場合もありますし、重罪ということになりますとですね、起訴されたところで弁護人がいなければ国選弁護人としてですね、裁判所に選任されるとかね、そういうこともあります。いずれにしても弁護人というですね、被疑者被告人を保護するプロとしての仕事をしていきます。はい、で検察官はですね、公訴提起されたその公判をですね、維持して有罪判決を獲得していく活動を主な任務にする、そういった公判検事と、それからですね、その起訴するまでのですね、捜査を遂げて起訴に持ち込んでいく、あるいは最終処分は不起訴かもしれないし起訴猶予かもしれないわけですが、そういったですね、公判前の捜査段階でですね、法律のプロとして、警察官は捜査のですね、職人的なプロでしょうけれども、検察官は捜査の法律のプロとして捜査をしていくと、そういった捜査検事というものと2つがあります。はい、まあ、ちなみに、規模の小さな検察庁、地方検察庁なんかだと、一人の人間が捜査したものをそのまま公訴提起して公判を維持してって形でね、一人の検察官が捜査検事であると同時に公判検事であるということありますけれどもね、まあ、東京のような代表的な、そのような大規模庁だとこれももともと分かれてますね。はい、裁判官は、まあ、民事裁判官と刑事裁判官という形でですね、まあ、自立上をだん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 、職域というのが決まっていきますね。若手の段階で、両方を経験するということもありますけれども、まあ、これも一番最初に、民事部の方に配属されると、まあ、ほとんど通常民事の裁判官で、仕事をしていくという場合が多いでしょうね。はい、まあ、地裁から高裁に移ったりすればね、それはそれでまた変わることもありますけれども、で、まあ、民事の裁判官と刑事の裁判官と。で、まあ、この中で、行政ってものが全然顔を出さないんですけれども、行政につきましてはですね、行政庁のやったことについて、裁判で守ってもらいたいなと、救ってもらいたいなという人は訴訟代理人として弁護士をですね、委任しますね。はい、で、国側の訴訟代理人というのは通常検察官がですね、証務検事なんて言い方をしたりしますけれども、担いますね。はい、で、裁判官はですね、まあ、民事裁判官が行政畑をやっていくっていう例が多いですね。で、今日は、まあ、行政事件というものも結構件数も昔に比べれば増えておりますので、まあ、民事裁判官ダッシュとしてですね、行政裁判官というのがいるよというふうに思ってもいいくらいではないか、まあ、そういうふうに思います。はい、で、まあ、弁護士や検察官というものはですね、一方当事者側に立ってですね、法律的に組み立てていくわけですけども、裁判官はその双方当事者の側に立った法律のプロの法律的な組み立て、事実の整理、そういったのに基づいてですね、最終的な判断をするための組み立て、事実の整理認定、そういったことをしていくんだ、これが実務放送の実務力だっていうものですね。で、そうすると司法修習生の実務力はですね、
まあ幼稚な言葉ですが、その真似ができる程度の実務力というふうに思ってまいりたいんですね。でもちろん直接的な責任は国民に対して一切負ってないわけであります。で証券収受の科目はですね、民裁、民弁、経裁、検察、そして刑弁というような形で、民事科目と刑事科目なのね、基本的にはね、行政科目っていうのはないです。で民事裁判、民事弁護、刑事裁判、刑事弁護、検察という、まあ、5科目で成り立っていますよということでありますね。でまあエネルギッシュだし時間も比較的使うのが裁判科目です。だから民裁経裁というものが招集修正のですね、一番エネルギーを使う勉強対象だと、学習対象だというふうになります。はい、まあ幼稚だけども はっきり言えばこうだよ、一言で言えばこうだよといったですね、実務放送の実務力の真似事が、実務放送がそばについててできる程度の実務の子やっぱりいるし、またその力を実務収集でですね培っていくんですよと、そう思ってください。そうするとそのような真似事ができるだけの紙の上での力が発揮できないといけない。はい、次のスライドですね。それが司法試験の担当式、それから司法試験の論文式、そういったもので要求される合格力だということになります。はい、まず司法試験担当式で試されるものと合格力でありますけれども、担当式試験科目は憲法民法刑法です。担当式の出題形式はマークシート方式です。で担当式の出題類型はですね、圧倒的に知識偏重、知識優位、覚えていることを吐き出す、そういったものであります。で今覚えたことをと言いました通りですね、試験中に論法というものを参照することはできないという運用になっております。でただ出題類型のうち圧倒的な多数がそういうものなのでありましてですね、憲法や刑法では 2,3 問程度ですね、こういうふうに考えればこうなるよとかね、ああいうふうに考えるとああなるよとかね、こういうふうに考える考え方にはどんな批判が起こるよとかですね、そういったその覚えてるかどうかよりもですね、論理性を現場で試せるように作っているつもりのそういった問題は数問あります。旧司法試験時代に比べるとですね、そういった問題を作っている人の言葉の使い方がちょっと不正確でね、考える問題で作っているはずなのにそういった批判があるとかですね、批判されているとかですね、現場で考えてねっていう文章文言じゃなくてですね、批判があるかどうかあんた覚えてるってことを聞くようなですね、そういった文言使ってんだけどね、まあ類型としては考える問題もまあ刑法や憲法では数問あったりしますよということですね。でそうすると合格力はですね、基本的にはもう事例処理能力というものとものになります。条文の言葉通りのものを覚えてるかどうかを試すような単純な問題はですね出しませんのでね。はい、でまあ事例処理力ですね、それから、数分前に言った通り暗記力ですね。はい、それから時間内処理力です。全ての選択肢に自信持てないとですね、前へ進めないような慎重すぎる性格の人はですね、これは担当式でですね、合格に必要な得点を得られないという可能性があったりします。でも絶対これに決まってないと他のは分からないけどとかね、それでも誤っているものを指摘しろという問題なんだから、これが誤っていることだけは確かなんであってね、他の4つ残ったもののうちですね、3つが正しいことは分かるけれども、1つはなんかどうも曖昧でもやもやしてると。だけども今俺がやるんだ、これはもう絶対に誤ってると。じゃあもうこれ。っていうそのような決断力も必要ですね。すなわち時間内処理力ですね、これがかなり得点としてはものを言うということになるよ、そう思ってください。次に司法試験の論文式でということです。はい、論文試験科目ですね、これは憲法民法刑法商法民訴訟法刑訴訟法行政法、それと法律選択科目なんですね。ただし司法試験法ではですね、法律選択科目以外はですね、今言ったような7法の呼び名ではないんですね。民事系、刑事系、広報系という呼び名であります。で広報系の第1問というのは事実上憲法です。広報系の第2問というのは事実上行政法です。これは昔から変わりません。民事系というのは
現行の司法試験の当初ではですね2問だったんですね。第1問が民法と民事訴訟法の融合混合問題で、第2問が会社法の問題というようなことでしたが、まあ、融合混合問題というものは、まあ、試験に試すに適する問題とも作ろうとするとかなりやっぱりこうネタ切れになりやすいのと、私の想像なんですけれども、せっかく作文者側がエネルギー試験に融合問題作ってもね、やっぱあんま出来が良くなかったんだろうと思うんですね。それで現代はですね、民事系の第1問は事実上民法、第2問はですね、事実上会社法、第3問は事実上民事訴訟法です。刑事系の第1問は事実上刑法、第2問は事実上刑事訴訟法です。だから論文試験科目名称が司法試験法の上ではですね、民事系刑事系公法系と言ってますけれども、結局基本7法の7法だよと、そういうふうに思ってて結構でありますね。はい、でまず事例形式ですね、そう思ってください。はい、でまあ論文式の出題類型ということでありますけれども、まあこれはいろんな工夫してますけれどもね、こういった相談を受けた法律事務所の弁護士のつもりで、こんなことについて組み立ててみてくれとかですね、まあいろんな形で、先ほど言ったですね、実務家の実務力の真似事ができる程度の実務力を紙の上で時間内でできる程度の力を試そうとしていると、そう思ってください。はい、そうすると合格力はですね、事例処理力と法的論述力ですね、頭の中でイメージが渡っていて、漫画にしろと言えば漫画にできるんだけれどもですね、専門的なプロ同士で通ずる言葉でしっかりと文章として表現できない、これはダメですね。それから条文検索力です。暗記力書いてないでしょ。はい、現場で条文見れるようになってるんですね。だけども条文検索が非常に鈍い、もうスローでしょうがない、スピーディーじゃない、これやっぱりアウトだね。だから担当式の直前のようにしっかりと覚え込んでる必要はないけれどもね、条文をささかささか現場で弾けるだけのですね、検索力がついてないと、まあ肝心なことについて考える時間がなくなってきますね。で当然のことながら時間ない処理力です。さてこの司法試験合格力に格差が生じちゃってるんですね。で一つは予備試験合格資格者の合格実績、これはですねもう7割を超えるんですね。で法科大学所有者の資格者、その合格実績というのはですね、これはの 30数%なんですね。でしかも法科大学所有資格者の中でですね、希修者コース修了者のほぼ半分の実績しかないのが未修者コース修了者なんですね。というふうにですね、もう10年目になったわけでありますけれども、現行の司法試験を実施していく、その年度がだんだん積み重なっていく、その中でもう合格力格差と呼んでよい差、これがもう生じていますよということは意識しておかなければいけません。はい、さあそれでは続きましてですね、予備試験合格力のお話をすることにしましょう。予備試験合格力の5つの小テーマってことですね、司法試験合格力から逆算していってですね、担当式で論文式で、そして予備試験には口述式っていうのがありますので、口述式、それから予備試験ではですね、法律科目のほかに一般教養科目っていうのがありますので、まあ、その対策についてのメリハリというお話をします。それでは早速1つ目、司法試験合格力からの逆算というお話でありますね。で、司法試験との違いっていうのはですね、まず3種類の試験サイクルですよってことです。司法試験はですね、5月の中旬にですね、4日間ワンチャンスで終わらせるんですね。で、最初に論文を書かされまして、最終日にですね、担当式を解かされます。まあ担当式の合格点発表ってものが6月の第1週に行われまして、合格点を取れてない人は自分が試験のチャンス、ワンチャンスの中で時間的にはですね、担当式の前の日とかそういったことで一生懸命書いた答案読んでもらえないってことです。で、それに対しまして、予備試験はですね、3種類の試験サイクルで、まず最初に担当式試験が5月中旬にあってね、これは実は司法試験の担当式と同じ日なんですね。
で県民経は共通問題も半分以上あるという状況、まあ、だからこそ同じにし非にしているわけです、はい。でまあ、3種類の試験のうちのまずのは担当式というものを5月の中旬に行います。そして6月のこれまた第1週あたりにですね、担当式の合否発表があるんですね。で合格した人だけがですね論文試験を受けられる、すなわち論文式の受験票が送られてきます。で論文式は7月の中旬にですね、受験します。でまあ論文式の合格発表はですね、これは10月に行われまして、で論文式に合格した人だけに口述式の受験票が送られてきます。で口述式試験というものをですね10月の下旬そこで行いまして、11月になりまして口述式の合格発表があります。これが予備試験の最終合格ということになります。で3種類の試験サイクルのうちのどこかで不合格になりますと来週第1サイクルからやり直しということになります。で担当式試験の科目と時間ということですけれどもですね、担当式試験の科目はですね、法律基礎7科目県民経商民訴経訴行政法プラス一般教養があるんですね。一般教養というのがあります。で時間はですねこれはそんなに長くなくてですね45分あたりとかですねそういった検討で行われていきます。一科目一科目はやらないんでね、はい、まあ、数科目1塊そういう形でやっていきます。で論文式試験はですね、まあ、今言った、その法律基礎7科目と一般教養にプラスして法律実務基礎括弧民事それから法律実務基礎括弧刑事というですね、法律実務基礎科目というものが加わるようになります。はい、これはですね、司法試験がですね、まあ、実務家の実務力の真似事ができる実務力が修習生でしょ。その実務力というものを身につけさせるための訓練をできるだけの紙の上での実務力、これが司法試験の論文でしょ。でですね、でところで予備試験というものはそれまで法律の試験は一度もクリアしてない人がクリアしなきゃいけない論文ですから、だから言ってみれば、法律基礎7科目についてまあプロの卵と言っていいだけの力があるなっていうことと、実務的な力も司法試験の問題箸にも棒にもかからないということではなくて、そこそこ勝負できるなっていう程度の紙の上での実務力が欲しいわけですよ。それが法律実務基礎括弧民事法律実務基礎括弧刑事という試験科目を課する理由ですね。それから口述式試験っていうものが10月の下旬にあるよと話しましたでしょ。この口述式試験っていうものは現行の司法試験にはないんですけれども予備試験にはあります。現行の司法試験でもやるべきだという考え方は根強くずっとあるんですけれどもね、主張されてるんですけれどもこれは行いません。法科大学院がですね、これがあのゼミなども中心にする単位を取って講座を作っていくんだと、そういう、まあ、学校制度の中での一つの趣旨コンセプト、それがありましてね、だから、まあ、専門的なことを聞かれると口ごもっちゃって顔が真っ赤になって何も答えられないとかね、そういう人は単位取れてない、結果として修了できてないというふうに、まあ、試験制度は考えて、司法試験に口述式はありません。で、まあ、実務という仕事はですね紙と口で成り立ってますんでね、従いまして予備試験は口述式をやります。でも法律実務基礎科目しかやりません。で1科目だいたい長くても40分ぐらい、20分から40分ぐらいプロに聞かれてですね、それなりの受け答えをするということになります。はい、予備試験担当式で試されるもの、はい、これも司法試験との違いを前提にしてということですね。で担当式試験科目はですね県民系以外にですね、法律基礎7科目全体で7科目だしですね一般教養もあるよということですね。担当式の試験形式これは全部マークシートだっていう点では司法試験と同じです。それから出題類型でありますけども圧倒的に知識優位というものであります。で合格力、事例処理力と暗記力と時間内処理力、はい、そういった点はもちろん同じですということになります。論文式、はい、論文式の試験科目ですね、基礎7科目法律実務基礎を2科目一般教養科目ということですね。で論文式の試験形式、
はい、これはですね、事例中心なんだけれども、司法試験ほどものすごく長くない事例です。まあ、A4 1枚に大体収まる程度の事例問題でありますね。で、時間も、まあ、例えば、基礎7科目ならば、70分とかですね、短いんです。法律実務になりますとですね、その問題文の長さも若干長くなりまして、試験時間も若干長くなると。いうようなことがありますが、司法試験の例えば民事系の第1問とかですね、刑事系の第2問とかですね、そういったものなんかに比べればやはり、まあ、ちょっと小規模だということになります。で、論文式の出題類型はですね、これは注意しなきゃいけないんだけれども、全てが事例とは限らないんですね。一番直近の論文というものが行われて今これ収録してるんですけども、例えば憲法なんかでも今年の憲法はですね、事例じゃなくてある見解が上がっていてですね、この見解が妥当かどうかとかですね、その他のものが、一つありましたね。で、もう一つの問題はですね、これはまあちょっとした事例なんだけれども、しかしですね、司法試験では問われないような、条約ってものがテーマになっているような事例だったりとかね、そのものだったりします。まあ、やはり、その実務家の卵として、実務修習ができるだけのことは紙の上でできる。まあ、これがですね、司法試験であるのに対してですね、希修者性もチェックしなきゃいけないというのが司法試験でありますので、まあ、従いまして、論文の出題類型というものがですね、これはもう長い事例が上がった事例処理ですよ、はい、終わりというわけにはなってないんですね。はい。で、まあ、そういった問題が出るとびっくりする人がいてですね、いや、事例ばかりと思ってたとか、あんた勝手に思い込むんじゃないと。試験の目的趣旨が違えばですね、出題の類型も変わってくるのは当然のことであってですね、それを勝手に事例式だと思い込んでる方が悪いわけですよ。はい。で、まあ、事例処理力、法的論述力、条文検索力、時間内処理力のみならず、抽象問題整理力ね、そういったものが必要になります。はい、次に予備試験にだけ存在する口述式というものですね。これは旧司法試験にはありました。それから予備試験の実施例というものはすでに4年分あるわけであります。で、旧司法試験の口述とやはり、やること試される力共通だなというふうに、確信持てました。で、口述式試験科目は法律実務基礎の民事と刑事という2科目だけです。で、口述式の試験形式はですね、プロから聞かれまして答えていきます。で、場合によってはですね、紙の上を、失礼、机の上の紙を見てくださいとか言ってですね、非常に単純な事例が書いてある場合もあったりはします。はい。で、机の上にはですね、6波が置いてありますけれども、知識を確認したい発問もあるはずでありますので、いきなりガバッと見るというのは失礼というレベルの問題ではなくですね、一種のカンニングに属します。だから、いつまでも頑張って答えようとするのはこれはこれで要領悪すぎるわけでありましてですね、すぐにパッと出てこなかったならば法文見てよろしいでしょうかっていう聞くことになってますね。これは旧司法試験時代以来の受験生の態度としての慣行です。カンニングしないということです。で、どうぞって言われたらならば開きます。で、場合によってはちょっと1個くらい答えてよとかですね、そういう場合もありますから、その時には開かずに頑張って覚え出そうとします。思い出せなかったらばそこで、でっち上げます。でっち上げるというのは言葉は汚いけども、クリエイティブに事例を考えたりしますということですね。はい。で、まあ、合格力は事例処理力が条文検索力、暗記力もついてきますね、論文とは違ってね。それから法的に聞く力ですね、法的に発言する力ですね。それから一問一答完結応答力ってやつですね、これが結構必要になります。はい。続きまして、一般教養対策と法律科目対策のメリハリということであります。今までの話でお分かりになりましたようにですね、予備試験には一般教養という科目があるんですね。で、担当式試験におけるメリハリなんですけども、まあ、一般教養対策と法律基礎科目対策ですね、実務基礎は担当で聞きませんから、もう圧倒的に法律基礎科目対策エネルギーを注いでください。
で一般教養対策はですね、これはレックの行う答案練習担当式の模試であるとかですね、あるいは一種山張り的なですね、講座とかね、そういうものをまあ引いておいてですね、何問でも当たった、何問でも近いものが出た儲けもんぐらいの感じで最初から精神的に構えてた方がよろしい。一般教養ってのは結局例の3科目ですね、人文科目、人文、社会、自然、全部なんですからね。それに英語が入ってくるんですよ。こんなものをしっかりとですね、得点書なんて一生懸命勉強するってのは無理っすよ。で少なくともまあ中学はいいとしても高校からのやり直しになりますからね。はい、だから法律基礎科目にあった時に力を注ぐことです。で法律基礎科目は7科目ありますから、30点満点だとして 3,4,210点なんでやってね。で一般教養対策はですね、科目は60点満点なんて言うとですね、30点に対して60点か、それでびっくりする人はおかしいわけで、 3,4,210点に対して60点ですからということです。はい、論文試験におけるメリハリでありますけれども、何といっても法律基礎科目と法律実務基礎科目、その対策にエネルギーを割いてください。一般教養は定の良いの一般作文書いてくるという程度で、合格力としては大丈夫です。合格力としてはといったのはですね、まっとうな論文というものをほとんどの人が提出しないままですね、予備試験に合格していると思います。競争試験ですから、一般教養の論文全員0点とかね、それはできないわけであってね、いいですね、そう思ってください。まあ、ただ難しい文章を読まされてですね、その理解を前提にして説問に対しての論文を書かなきゃいけないという点では、ただの作文とは違いますけどね、基本的にはちょっと高度なですね、作文だというぐらいのつもりになって、法律基礎科目対策と法律実務基礎科目対策に万全を期すべきでありますね。どうでしょうかね。はい、さあそれでは続きましてですね、難関法科大学院修士合格力の話に移ることにしましょう。はい、まあご覧の5つの小テーマについてお話をするんですけれども、法科大学院入試は入学試験である、イクオル学問の府への入学許可試験だというですね、入学許可の学力試験、入学許可学力試験だということ、これが一番重要なことですね。はい、でまず司法試験予備試験との根本的な違いは今強調したところであります。学問の府への入学許可学力試験であるということであります。で学問の府へので学問の大学の自治というのがありますから、各大学によってまちまちです、そう思ってください。はい、で寄修者入試と未修者入試と2コースあります。併願できるところもあれば併願できませんというところがありますが、今日多くは併願認めてますね。志望者がどんどん減っておりますんでね、やはり入り口で間口を狭くしたくないっていうのがあると思います。で、まちまちな各大学の試験だよってことが、もう一つの大きな特徴ですね。学問の府へのっていうだけじゃなくて、まちまちだってことです。ただし、全国統一適正試験というものが行われますということも知っておいてください。ご覧のように試験の種類がですね、異質なものも含めてですね、いろいろあるっていうのが一番大きな特徴ですね。今までのは国家試験です。司法試験も予備試験もそれとは違いますよということになります。さて、修了者の司法試験合格力格差というものがもう事実としても生じてしまっているわけでありまして、予備試験合格資格者との格差がありますね。それから寄修者コースと未修者コースの修了者間の格差があります。それから、これは制度の言葉ではなくてですね、その受験会が勝手に作ってくる言葉ですけれども、上位校と中堅校、下位校とかですね、そういうふうに呼ばれるようなグルーピング格差、そういったものも生じています。大学入試なんかで生じているものと、まあ、同じようなもんでありますね。はい。で、学問歴が欲しいと、学問したいという人は別ですけれども、そうでなく、司法試験合格を目指す場合はですね、合格入学終了後のことを意識した学校選びをしとかないと、こんなはずじゃなかったと、
200万も学費を費やして2年間もですね学問をさせられて、で司法試験では何の役にも立たなかったとかですね、そういうことにもなりかねないわけでありますのでですね、司法試験合格を目指す場合はね、合格入学修了後を意識した学校選びのところでかなりいろんな資料ですね、そういったものを見てですね、行かなければいけません。まあブランド名で一つのまあ目安にはなりますけれどもね、しかし大学入試のブランド名とそれから司法試験の世界のニューブランド名は若干ちょっと違ったりするものもありますんで、まあその辺は注意してください。続いていわゆる難関法科大学院の修士合格力ということですね、はい、適正試験はですね結果的に高い点数の人が多いです。でそれは適正試験ってどんな試験なんだろうってことを次のチャプターで次のスライドでお話をしますんで、そこで理解してください。それから法学貴修者試験というのはこれ単等式試験なんですね。で自前の単等式試験というのを作るのは作文者としてはまあエネルギッシュだけれどもですね、自分の研究にもそう役立つわけじゃないしね、そんなにやりたくないんですよね。そこでねその日弁連法務研究財団というのが実施している法学貴修者試験という単等式試験があるんですよ。その試験を受けてきなさいと、そしてその成績表を添付しなさいという法科大学院が、まあ、単等式を実施する法科大学院では今日も普通になっちゃってますね。でこれはもう司法試験予備試験の単等式合格力を参照してもらいたいんだけども、問題の難易度はまあガクッと難易度は落ちます。それこそ序文通り覚えてれば1点とかね、そういうことができるような程度の知識偏重だよと、そう思ってください。でそして各大学の入試っていうのが論文試験中心で行われるわけで、まあ、事例式問題の場合もあれば抽象問題の場合もあります。で事例式問題は予備試験の論文式合格力を参照してもらいたい。抽象問題は結局個別大学院対策なんですね。だから予備試験の抽象問題よりも何か学問集がプン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 します、そういう感じです。まあもともと学問の負のですね、入学許可するにあたっての学力判定試験だからねということですね。だからこのような試験傾向という点からも言ってもですね、その学校選びというのが極めて重要になるということになります。続いて適正試験の重視度という話ですね、はい、適正試験とは何かというんですけども、事前の暗記よりは頭の使い方をチェックするような試験であります。で一人はなくて七癖なのでありますので、事故の傾向を自覚して弱点訓練しておかないと得点を高くということはできません。何とはなしに受けてきて何とはなしに得点がついてっていうことになります。もちろん0点っていうのはありえない、覚え込んだ知識を吐き出させる試験じゃないからね。ただやっぱり頭の使い方ね、人それぞれなくて七癖でありますんでね、まあ高い点数を取るってことを狙う場合にはやはりそれなりの訓練は必要になります。で重視度はですね、適正試験成績以外の逆力判定資料の有無によるんですね、おのずと貴修者入試では軽視される傾向になります。貴修者入試ではですね、試験入学試験、そこでは一般論文を書かせるしかないでしょう。そうするとあとは学部成績ですよね。そういったことになると適正試験というものも重要な学力判定資料としてですね頼らざるを得ないということになっていくわけですね。はい、次に法学貴修者試験とは何かってことです。日弁連法務研究財団主催の全国統一の法律単等式試験のことなんですね。で平成27年度からの試験科目はこのように変わりまして、この法学貴修者試験もですね負担軽減化しています。第1部が必須科目で憲法民法刑法だけですね。第2部が任意選択科目で商法民訴訟法係争訟法です。行政法はそもそも課すのをやめちゃいましたという状況です。なら法学貴修者試験の成績表を添付せよと言ってんだけれども、この6科目全部なのか、それとも3科目でいいと言ってるのかね、そういったことも学校選びの時の一つの重要な資料としてですね、見ていかなければいけませんということになります。はい、さあそれでは続きましてですね、2015入門講座岩崎 SF クラスの特徴という、まあ、最後のテーマに移りたいと思います。
はい、まあここではご覧のような5つの小テーマについてお話をすることにしましょう。いかがでしょうか。はい、でまずレック入門講座の特徴なんですね。で九州試験の第一世代の勉強方法は、基本書判例書をしっかりと読んで、そして判例解説ものであるとか、あるいはですね、専門的な問題点ということについてごとに解説した本であるとか、全部名の通った、ご高名なですね専門の先生が書かれたものをしっかりと読んでというような形で、そして同校の師と議論をしてと、そして答案練習ってものぐらいになってくるとですね、中央大学の何々会新報会とかですね、そういったもう明治大正時代から伝統的なそういったものがあったりして、そういったものを受験したりとかですね、そういうことをやっていく、これが第一世代の勉強方法です。で九司法試験の第二世代の勉強方法、これはレック司法試験入門講座の開発と成果によってですね、第二世代とでも称していい勉強方法が身につきました、定着しました。はい、基本書とかそういったものよりも大学の講義そういったことよりも受験勉強は受験勉強で入門講座の門を叩くということです。だから法学部に在籍している人はですね、二足のわらじを履くということでありますね。はい、この勉強方法が定着する前はですね、親御さんなどはせっかく法学部に入ったのに、さらにまた入門講座かいというふうに懸念な顔をなさってた時代も最初の 2,3 年はあったわけでありますけれども、やはり学問とそれから実務家になるための卵になるための司法試験ってものはちょっとやっぱり違うんだということからですね、そしてまた入門講座の実績ですね、そういったものから九司法試験の第二世代の勉強方法といっていい勉強方法が定着しました。で現行司法試験になってもですね、変わらないレック入門講座の進化と成果ということですけども、法科大学院修了受験資格のみの世代はですね、もうやっぱり基本書だ基本書だっていうことです。なぜならば学問の風にどっぷり染まって、そして司法試験の受験資格を受けて司法試験に合格していく、その道しか知らないんだからね。で予備試験合格受験資格と併存の世代になってからですね、再びやっぱり受験勉強の入り口からしっかりとやって予備試験に合格して司法試験に合格してという形でですね、まあお金もそんなにかからずに難関ではあるけれどもですね、一本の受験の傾向に合った学習をゼロからしっかりやってと、でそれをゼロからしっかりやるのは九司法試験の第二世代と同じくレック入門講座からだよねという世代に現在なってますね。さて岩崎式講義の特徴ってお話であります。それは今までの話からも分かってください。実務、実務修習、司法試験合格、予備試験合格、そういったふうに最終合格を睨んだ講義をしていきます。で試験傾向が少し変わりますとそれに対応しますし、それからそれでも変わらない徹底理解と、試験傾向がどんなに変わっても変わらない基本中の基本というのはここまでちゃんと徹底的に理解というものを特徴とします。それから法律学習ゼロのものの目線で講義をします。これは今でこそ SF クラスといった形でですね、スタジオ収録中心の講座をしてますけれども、長年生講義で初学者とずっと交流してきているわけでありますので、初めての人がどういうところで戸惑ってとかですね、どこはくどく説明した方がよくてとかですね、そういうことはもう心体脳みその中に染み込んでるわけで、で次に直前資料最小化を睨んだ講義をします。量よりも質、広げるよりも絞り込む、レジュメ、このレジュメも出しますよ、あのレジュメも出しますよと、で、まあ、私が書いた市販物のあれも読んでくださいとかですね、そういうものは一切ありませんので、もともと本も書きません。でテキストはエネルギッシュにきちんと見て改訂していきますけどもね。で直前資料ってものは最小化するのが早く合格するコツです。入門時代にこれだけの資料だったものをですね、広げていくんじゃ話にならないわけで、入門時代にこれだけだった資料がだん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 減っていく、その代わり演習やなんかの自分の書いた回答例なんかが溜まっていく、知識的なもの、解説的なもの、こんなものは入門がマックスであって、あとはだんだん絞っていくだけで、それこそ憲法を論文の前の日この3枚だけ見ておきたいとかですね、それが受かる人の直前期なんですね、そう思ってください。はい、
あと基本書判例集通読不要の講義をします。それは学問ではなく受験勉強だからです。はい、次に柴崎 SF クラスの特徴ってことですね。はい、これはですね、スタジオ収録ってものが一番大きな特徴なんです。だから最もスピーディーです。生クラスだと週に2コマとかね、そういうふうになりますけれども、私なんか1週間で10コマ収録したりとかですね、そういうこともまあ配信日が迫ればやるわけでありまして、で、まあ、最も新しいことは別段変わりません。それからスタジオ収録でですね、例えば行政法全10回一気にパッと配信しますよとかね、そういう形になるんで、学習する側として方としては自由自在ですよということになります。で、必要時間と箇所分時間の調整というテーマです。なるほどの後の暗記に気をもむよりは前に進むこと、これが入門早期終了のコツなんですね。所詮答練や担当演習の過程で何度も見直すんです。はい、戻るってことですね。大学入試でも要領のいい人はですね、資料を広げるんじゃなくて、いつも使うボロボロになった学算に戻る、あるいはいつも使ってですね、ボロボロになった予備校のレジュメ配布プリント、そういったものに戻っていくわけでありましてですね、戻っていくプロセスの中で自分の弱点とかを絞り込んでて、またそれを補強しとかね、そういう形になっていくわけですから、だから入門期に覚えてないとかね、そういうことを気にしているようではちょっと気持ちが狭すぎるなっていうか、心臓弱すぎると思います。で、入門期はですね、視聴したならば復習する、復習は弱点発見のため、発見した弱点箇所をせいぜい再視聴、これは2倍速でやれ、そこまででもうエンドですね。いや、他にも問題集やる時間があるとか、それはもう入門の復習じゃないです。新たに先に進むのを入門期に並行勉強でやってるんだという自覚を持ってください。で、受験勉強で理解と暗記はですね、作業としては別物なんであってね、理解がまず先でありまして、で、それを年がら年中理解を同じようにスピーディーにできない、それは覚えてないことが多くなるからっていうことなんであってね、暗記が先じゃなくて理解が先です。暗記しなくてもですね、その前提となることはテキストに書いてあるわけですから、テキストに書いてあることを理解する。で、長丁場の司法試験では特にそうですよということですね。大学入試なんて、まあはっきり言って、まあ、直前のですね、夏からとかね、そういうものなんであって、司法試験は予備試験出た形でいかに短期に行こうとしても2年以上かかるわけでありましてね、ということです。はい、で、次に2015年入門講座矢崎 SF クラスの特徴でありますけれども、教材がセブンサミットっていうテキストの名前で、これを大規模改訂しました。はい、で、法令の改正を反映させたりとかですね、判例の変遷を反映させたりとかね、そういったことをもう毎年書いてるのは当たり前のことでありまして、で、セブンサミットテキストってものの中で、今日の傾向からいくと、論証の筋道として覚えなくても、そもそも論証しないでアプリよりに判例通説の立場からもう書いてしまうってことになってんじゃないか、そういったものなどをたくさん省略したりするとかね、大規模改訂しました。で、全科目第5版という版の数字になっております。それから岩崎クラス専用復習用の会員教材というものを作っておりまして、まあ、例えば民法が900ページ以上であるとするならば、それがですね、60ページ程度終わるとかね、そういったものを作っております。もちろんそれだけでいいわけない、それと条文ね、で、どうしても分かんない時にはテキストに戻るっていうですね、そういうことをやっていくんだけれども、そういったための会員教材用意しています。それがセブンサミットリビューでありまして、これも同時に大規模改訂しました。はい、それから全科目セブンサミット第5版対応版にしたというのがセブンサミットリビューの大規模改訂です。それに講義術のさらなる進化を遂げております。今収録、スタジオ収録だから、このようにパワーポイントを画面に映しながらとかできるわけね。で、今皆さんお見せするデータってものは用意してないですけれども、テキストのワードをですね、データ、それを映しながら説明していくとかね、そういったことができます。
そうすると皆さんがお手にするテキストはですね、白の紙に黒字とところどころ青字とかね、そういう二色刷りなんですね。だけどもさまざまな色分けした仕分けしたものをデータとしてお見せすることによってですね、理解の助けにしたりとか、あるいは後々の皆さん方の復習のためのラインマーカー引きを画面の上であらかじめやってお見せしたりとかですね、そういったさまざまな小技術、これはスタジオ収録の回数が1回目2年目3年目増えれば増えるほど私自身の中で進化しておりますよということですね。よろしょうか。はい、まあ、以上のような、全部で5つの大きなテーマについてお話をしてきました。ガイダンステーマ奇襲未襲予備ルートで、司法試験短期合格、受験勉強はやっぱり短いに越したことはない、学問は一周続くとしても受験勉強は短いに越したことはない、だからどのルートが自分に一番合うのか、まあ、そういうことも考えながらですね、ぜひ奇襲未襲予備ルートいずれかのルートで司法試験短期合格を果たしましょう。はい、どうも長い間ご視聴ありがとうございます。終わります。どうもお疲れ様。